はい、今回もポケモンカード開封していきたいと思います。今回はデッキビルドボックスですね。国営の支配者が10パックプラスめちゃくちゃ欲しかったカードがいっぱい詰まってるということで、最近ポケカを始めてもう強いデッキを組みたかったら、普通にねバラ買いするよりこれ絶対買った方が、とか買えるなら買った方が絶対お得ですね。もう バトルビップパスだけで今多分1枚1000円ぐらいしないと買えないはずなので、これだけで2000円の価値ありますからね。まあ、バトルビーパスあと2枚ほど欲しいとこですが、てかもう、マジで全部欲しい。輝く月光画とかもね、もう欲しかったんで、これだって800円くらいしますよね。ネオラント V、マナフィー、輝くリザードン。いやー、これはマジでお得ですね。もう1ボックスぐらい欲しいとこです。抽選全部外れたんですけど、運よくヨドバシの店舗でね、買うことができました。これ自体が、ボックスになってるんですよね。これ系ね、初めて買えたんですよね。おー、すごい。紙製ですけれども、結構しっかりしてる。かっこいいね。おー、うわー、めっちゃかっこいい。ちゃんと光ってるのいいじゃん。なんじゃももう何枚あってもいいし。はい、国営の支配者10パックっすね。これ開けていきましょう。もう一番狙いはリザードン EX の SAR。前回ね、ボックス開封、1ボックスで SR 当てることができましたので、もうここで SAR を引きたいです。斉藤直樹先生の SR の、オルティガでも、まあまあいいです。時点で。で、プレイ用に欲しいのはリザードン EX の、ダブルレア。それがあと2枚欲しいですね。あ、ダブルレアが何枚あるから、リザードンはあるけど、あー、SR、SR はなさそうかな。さあ見ていくと、トゲピーかわいいよね。で、あ、キラフロール EX、 あれ前回出たかな、あ、出たかな、あれが出てないんだよな、ピジョンかな。あ、バンギラスも前回出ましたね。あー、やっぱりそうか。10パックは厳しいか。リザードン EX のダブルレアさえ出なかったですね。やっぱそうか。まあでも今回はね、固定のこっちの方が、カイとか、ボスの指令とかも全然僕持ってなかったので、そこだけで嬉しい。あと基本エネもね、全種入ってますから。うおー、輝くリザードンと月光が、うおー。やったー。ほら、この辺とかも、おなじみの、穴抜けの紐。よっしゃ、バトルビープパス。2枚、しかも。まあ、これからポケカ始めるなら、まずね、EX スタートデッキとか。で、これもね、打てたら買うということで、この辺で始められますのでね、ちょっと興味があるって方は、ちょっと調べてみてください。